第2章、こと聖庵の冒険。ちゃんちゃんはこと聖庵に足を踏み入れた瞬間からその空気の違いを感じ取った。まるで数千年の歴史が息づいているかのようだった。彼女が聖庵駅を出ると目の前には大きな古城壁が広がっていた。彼女は前世の記憶をたどりながら、かつてこの聖庵市の城壁の下で未来的な史上や時を超える不思議な出会いが繰り広げられていたことを思い出した。その記憶は彼女がかつて読んだかのような幻想的で奇妙なストーリーと重なっており、古の都の中で新しい物語が紡がれていたのだ。ちゃんちゃんは猫の足で城壁の上を歩きながら古代の人々の暮らしを想像した。夜になると聖庵の街は一層活気づく。海民街を歩くちゃんちゃんの足元には昔ながらの石畳がぎっしりと敷かれていた。その古き良き雰囲気はいつの時代にも変わらぬ旅情を感じさせるものだった。しかし通りに立ち並ぶ露店の食堂や小さな店に足を踏み入れると時空を超えた異世界のような風景が広がっていた。一つの屋台では食材が自ら浮かび上がって調理される光景、隣の店では料理が口の前で4次元の空間を旅しているかのように変化していた。